次に、近見地区におけます液状化対策の同意取得状況についてご報告をいたします。先月行われました地元説明会から約2ヶ月が経過をいたしますが、地元自治会などのご協力をいただきながら2地区について先行的に同意取得を進めてまいりました。そのような中、お手持ちの資料にございます赤い地区内の近見校区4町内の一部の地区において同意が 100% 整いましたのでご報告をさせていただきます。このことを踏まえましてこの地区につきましては国補助事業の要件もすべて満たされますことから引き続き速やかに年度内の工事実施に向けた手続きに入ってまいります。またその他の地区につきましても引き続き同意を得られるように丁寧に説明を進めてまいりたいというふうに考えております。